はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日は久しぶりのマサボーさんにお邪魔しております。いやもうね、今日の料理目の前に見えておりますが、今回もですね、マサさんに行きたいですよと LINE でお伝えしたところ、お任せでいいですかということだったので、こんな感じに仕上がっております。総重量等は全く分かりません。ただね、ものすごく美味しそうな料理ばっかりなので、早速ちょっともうこれ出来たてをね、いただきたいと思います。まあ、ちょっと紹介しながらね、とりあえずひとまずですね、この生ものからいきましょうか。マグロですね。本日のマグロこんな感じでございます。赤身からと思うんですけど、すごいですね、赤身がもう脂乗ってますね。いただきます。うん、うまい。中トロか、もう大トロぐらい脂乗ってますけどね。うん、うまっ。ねっとり感がすごいぞこれ。うまちょっともういろいろ行きたいけど、やっぱりご飯ですかね一旦。今季もうラストということで、牡蠣のね、これ炊き込みご飯を作っていただきました。上にホタテも乗ってめちゃくちゃうまそうなんですけど、わかりますかこの牡蠣のプリプリ感たまらん。うん、うまー。牡蠣だけで30個近く入ってるんですかね。牡蠣30個、はい、ホタテも15、20ぐらい入ってる。うん、めっちゃうまい。うまっ。うまこれね、毎回マッサージ来るといただくあら汁です。あら汁というか、もうこの具材もすごい入ってるんですよ。あー、うまっ。でもこれ入ってるのあらというか、もうほぼハラスというか、うん、まっ。じゃあちょっとこれお肉いっちゃいます。この目の前の画面越しで伝わるかわかんないんですけど、このすごいね、めちゃくちゃ厚切り。やわか、やわか。前回のいただいたもちろんステーキもものすごい美味しかったんですけど、進化しすぎです。お肉めちゃくちゃうまいです。うん、甘っ。うまー。うまっ。うん。やわかっ。うん。濃厚な牡蠣と旨味の強いお肉と合わせるともう反則だわ。ちょっと煮物いっちゃおう。煮物というか煮魚というか、なんかはんぺんとお魚と椎茸と、うわ、てかこのはんぺんがよく煮込まれてますよこれ。うん、うまっ。うん、めっちゃ米。
プ今日もうまいけど全然減らんな。すごい量だな。やっぱ自宅でもなかなかこう焼き魚一つ作るにしても大変じゃないですか。グリル洗うのも大変だから。なのでね、自宅で海鮮系を食べる機会も最近ではほぼないですし、海のものいただいてるのってマサボーさんだけなんですけど、ここ食べちゃうとな、なかなか他で海のもの食べても満足できなくなるぐらいうまいんだよな。新婚。うわ。つかり方絶妙。うまいっすね。マサさんもね、今目の前であのオーナーのマサさん、大将のマサさんね、似たようなメニューをね、今ちょっとオケで食べられてるんですけど、これよりもちっちゃいオケですけど、ギブアップで。今ですね、30分近く食べ進めまして、ようやくこの炊き込みご飯半分弱でございます。でももうちょい時間かかっちゃいそうなんで、優先的にちょっとね、傷まないようにお刺身を先に食べちゃいますか。これで一旦お刺身はラストですね。ちょっとね、食べきれるかわかんないので、一旦妻はこのまんまで、後ほどね、食べれそうだったら食べたいと思います。そしたらマスさん、はい、今日はしっかり持ち帰ります。無理しない程度に。ちょっとですね、まあこれ以上食べるとチャレンジメニューのように苦しくなってしまうので、せっかくねお任せでいただきましたから、もちろんあの完食のねシーンは見せたかったんですけれども、無理ない程度にこのご飯とねお漬物しっかりと持ち帰らせていただきます。改めてごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちらマサボーさんで、いつもねありがたいことにその時の旬のものを使ったお任せメニューという形でね、今回もとんでもない量を作っていただきました。今ねもう3月に入りまして、冬の食材はねもう本当に時期的に食べられるの最後かなと思います。これからもですね、また、時期時期と
美味しいものどんどん出てくると思いますけれども、ラスカルあらゆる今年の冬はですね、これで食べ納めさせていただきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは改めて概要欄をチェックしてみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。